do my things anytime you can come. Take me wherever you go. Your promise is real, I can feel it is true. I've been holding on to your love. You're now being here. 皆さんの幸せを少し手伝えるような、しては自分自身も成長させてもらえるような現場だと思います。私の祖父が介護が必要になった時に何もできなかったので、何かできることがあるんじゃないかなと思って介護の世界に入りました。人と関わる仕事がしたくて、本当は幼稚園の先生になろうと思ってたのですが、高齢化ということもあって介護の仕事に就きたいと思いました。ありがとうという言葉をもらうっていうのはもう一番なんですけども、自分自身を頼りにしてるっていうふうに感じた時が一番やりがいを感じます。人と接することが多いということで、いろいろな刺激をもらって一日が終わるので、とても毎日楽しく気持ちよく働けています。学生の頃にどういう仕事に就きたいかよくわからない時期があったんですけれども、人に喜んでもらえるような仕事、やりがいのある仕事というのに就きたいなと思いまして、介護の仕事をしようと決めました。利用者の方と交流している時は楽しいですし、いろんなことを教えていただけるのでやりがいを感じています。もともとは運動系の学校に通っていたんですけど、運動だけではなくもっとその方の生活に寄り添った仕事をしてみたいと思いました。株式会社太陽は2001年創立、関連施設を含め12年間で19カ所の総理施設を展開し、その成長は山形県から宮城県へと広がっています。今現在400万人の介護従事者がいます。ただこれから高齢者が増えていく中で100万人の新たな人材が必要とされています。もちろんこれは日本だけじゃなくて、アジアを含め世界各国が抱える問題です。今日本がこの最先端を進んでおります。いろんなノウハウが間違いなくこれからアジアを含めた世界のマーケットにプラスしていく。自動車や家電や、繊維等の輸出が日本を支えてきた産業ですが、これからはこの医療や介護が地域社会と日本を支えていく大きな産業になっていくと、そんな大切な仕事です。もっともっとこの魅力ある成長産業としてのこの医療介護ビジネスということを皆さんにもっともっと分かっていただきたいと考えています。太陽のこだわり、建物のデザイン。それは従来の施設ではなく住まいであること。住まいから考える太陽の介護。いろいろな施設に、見て回ったんですが、ここの太陽の施設は違うなっていうのが一つあって、やっぱり利用されている方がこう自分の住まいだなって思えるようなこういった内装だったりっていうのをこう直に感じまして、綺麗な環境で過ごしたいっていうのは誰しもが思っていることだと思いますし、自分たちが働く環境としても快適な環境で仕事できるっていうことは仕事の内容だったりにも影響してくると思います。結構周りからはすごく大変なんでしょうとか、
やっぱりこう少し汚いイメージとかだったりっていうのもあるんですが、まあ違って仕事に就く前に想像していた介護の世界とは違って、若いスタッフも多いですし、そういった若い考え方とかも会社のやり方として反映してくれる会社なので、とてもやりがいを感じています。太陽のこだわり、ケア。介護と医療が融合する新しいスタイルを提案。職種も様々で、それぞれの分野でキャリアアップできるシステムがあります。介護というのはお世話でもあると思うんですけども、サービス業でもあり、医療も関わってくると思うんですけども、私たちの会社はその最先端を行ってると思います。自分の興味のある分野なので、違う面からも利用者を支えたいっていう気持ちが出てきて、キャリアアップという意味でケアマネージャーの勉強をして資格を取りました。自分自身の挑戦をしながらキャリアアップをできる職場なので、自分に一番自信がついたっていうのが一番良かったかなと思います。ケアにこだわり、建物にこだわっていく、そんな新しい介護を考えております。待遇も含めて、もっともっとこの業界が成長していかなきゃいけないと、まあ、そういう意味ではそのリーダーになっていければと。この仕事はやりがいのある仕事です。一緒に新しい風を作っていってもらえばと思います。